ジャン君、ポンちゃん、おはようございます。おはようございます。今日もまだ雨が降っています。なんか河川が氾濫するかもとか言っているそうですが、こちらのお家は大丈夫です。高台にいます。ということで、ジャン君、遊ぼう。あれ、これを出したら来るでしょう。ちょっとでもまだ寝ぼけてるのね。起き抜けかい。父ちゃんの足音が聞こえるまでぐっすり寝てたもんね。はい、来た。ぐっすりしとったもんね。はい、うんうん、あ、今日は雨だけど29度らしいので。あ、暑いのか。あの、この中ももう28度近かったので、うん、エアコンを今つけました。はい。あ、後ろから黒いのが来てるよ。これにね、足跡がいっぱいついてるの。かわいいでしょ。見えるかな。トイレ砂だな。そう、トイレ砂のね、足跡がいっぱいついててね。可愛いんですけど、なかなか写真に撮れないんです。肉眼では見えるんだけど。ポンちゃんもやろ。おいで。ポンちゃん、迎えに行かないとダメなのね。そして逃げていくのね。ポンちゃんはできない。そしてせっかく撮ったやつが飛んでもあった。あ、いっぱい待ってる。毛が待ってる。まあ今日は歌わないからいいか。いやいやいや。それ蓄積されると思うから。うん、後で掃除機かけよう。うん、掃除機かコロコロで。今日もジャン君の動画編集やっています。毎日の日課なんですけれども、このところですね、アニメのね、ソフトの勉強をしているので、それがちょっと、ジャン君の中に入ってきているのがどうやら受けてないみたいなんですけど、ジャン君でも頑張らないとね。はい、ジャン君、ジャン君、よいしょ、もっとジャン君が出てた方がいいね。あれ、ジャン君。じゃあ、いつものやりますか。ジャン君。あら、こっちでもやってました。はい、こっちもね。今の声は動画の中からです。ポンちゃん、ポンちゃんは寝てるの。はい、
くん。そろそろ出来上がるかな。ポンちゃん。ジャン君。夜遅いので寝ますが明日はですね、クロケンパパのお母さん、バーバでございますねが2度目のワクチン接種を、しに行くということで一応付き添う形になります。一緒に出ないでちょっと時間差を置いてですね接種時間内に到着するようにして、終わった後体調が崩れてなければ、まあ帰ってくると、明日はですね前回は自転車で行けたんですけど明日なんかね一日雨みたいなんですよね。なのでバスで行ってバスで帰ってくる感じになると思います。そしてその翌日月曜日はクロケンパパ本人のワクチン接種です。ワクチンを早く打ってですね、ライブにも出られるように人にねあんまり迷惑をかけずにいられるかなと。まあどのくらいそのなんていうのかな、もちろんマスクをしたりとか、建物に入るときにアルコール消毒をしたりとか今まで通りやりますけれども、ワクチンを打って感染をしにくくなったことが、人に感染させずに済むその度合いだよねはどの程度なのかな。一旦体に入るものと体の表面にあるものとかね、そういうもので、人から人へっていうのがどのぐらいなのかなというとこがまあ気になるところですけれども、まあ今まで通り、ワクチン接種が進んでさらに今まで通りみんなが気をつけていればどんどん減っていくのかなということでワクチンに関する話でございました。明日ちょっと早起きなんでね寝ましょう。おやすみ。